政府は国境近くの離島や自衛隊アメリカ軍施設の周辺の土地の利用を規制する土地規制法に基づき県内39カ所を指定していて、去年12月には新たに31カ所の候補地を示しています。県によりますと、新たに示された候補地のうち、嘉手納基地を抱える嘉手納町と北谷町の観光地を除くすべての区域が特別注視区域に含まれています。特別注視区域に指定されれば、国が土地利用の状況を調査し、売買する土地の面積によっては氏名や国籍などの届け出が義務付けられることになります。これに対し県はおととい政府に意見書を提出し、県民からは強い反対意見があり、指定については最小限に見直してほしいなどと求めています。